観察や佐川は原作、香川雅人、作画、木村直美による日本の漫画。漫画サンデーにて、2006年に連載が開始され、2012年に同志が休刊になった後の6巻以降、電子版で連載が続けられて、2013年に30巻で連載を終了した医療漫画である。法医学者の娘が発見された遺体の生きた証を乱すために、 ベテラン刑事の父親と共に遺体の謎を解明していく物語。京林大学医学部名誉教授である佐藤義信が監修を務めている。2019年7月期に富士テレビ系月ツ級でテレビドラマ化された。続編である第2シリーズが2020年11月2日から2021年3月22日までフジテレビ系月級史上初めてにクールで放送された。 主人公、山田朝顔は、阪神淡路大震災で母を亡くし、それをきっかけに、幸運大学で、法医学の医師として務めている。朝顔は常に遺体と向き合い、その人生を探りながら、刑事の父、万平と協力し、事件の謎を解き明かしていく。物語は、朝顔の務める幸運大学、万平の務める里山警察署を中心に展開される。 その所在地は不明だが、事件捜査の経験が豊富な都市部の警察署であることが明かされている。物語の主軸を、親子二人で事件を解決する医療ミステリーに置きながら、朝顔の結婚、刑事クワバラと犬の対決もストーリーの重要な役割を担っている。主人公の朝顔は30代の独身女性で、本人もいつかは結婚をしたいという意思がある。父親の万平にも、 家父の自分の存在が、朝顔の結婚を妨げているのではという悩みがあり、周囲からもたびたび結婚の心配をされている。朝顔の周囲には、当初から朝顔に思いを寄せる、検視官の伊藤、中学時代に数日間付き合ったことのある初恋の、相手、浅井三郎、警察官の桑原信也など、その相手になりうる男性は、幾人もいるが、 朝顔はその誰とも恋愛に至るまでの感情を抱けずにいる。ある日、チャコからチョコレートスキップと唱えて眠ると、その晩夢に出てくる殿方こそ、自分が将来結ばれる相手というおまじないを教えられた朝顔は、こっそりとそれを実行してみる。すると、その晩彼女の夢に現れたのは、黒いタキシードを着たサブローと白いタキシードを着たクワハラだった。 夢に現れた人物の一人である、浅井三郎は、この直前に、浅顔の友人でもある香織と交際を始めていた。交際するに先立って三郎は、これまで浅顔に好意を持っていたこと、しかし、浅顔が三郎を友人以上には思っていないことに、三郎は気づいており、その未練にけじめをつけたいと告白をしている。もう一人の桑原深夜についても、桑原は、 愛妻家で妻を何より大切に思っており、妻である君子も桑原に強い愛情を持っている。朝顔はこのまじないについて、夢は、夢と結論づけたがそれから間もなくの後、桑原は追っていた犯罪者に妻を殺されてしまう。2009年、サブローは、香織との結婚を決めたことを朝顔に、報告、長らく朝顔に片思いをしていた、検視官、伊藤は、 移動することとなり朝顔に結婚を前提とした交際を申し込むが朝顔はこれを辞退する自分が誰を好きなのかどうなりたいのかわからないと告げる朝顔に対し伊藤はまだ先生が誰も好きになっていないということと悟した桑原の妻の死から一年半が過ぎた夏朝顔は桑原が一人で住むアパートを訪れるようになっていたが 朝顔を意識し始めていた桑原はわざと朝顔を遠ざけようとする。そんな折、朝顔は駅である米軍パイロットに出会う。父がハワイの出身だといい一見日本人に見える顔立ちをした彼と朝顔は死を身近に感じる者同士意気投合し何度か食事を共にする。しかしある時、男は約束のカフェに現れず、その一週間後の新聞で朝顔は彼が 結婚詐欺師として指名手配されたという記事を発見する。被害に遭った女たちは必ず私だけは騙されていないというと指摘するチャコに朝顔は言葉を詰まらせた。桑原に拒絶を受けた後も桑原と朝顔の信仰は続いており朝顔は桑原に恋愛感情を持っていることを意識し始めていた。法医学者であるがゆえに朝顔は人生には必ず終わりが来ること。 いつ終わるかわからないことを強く実感している。恋もせず結婚もせず子供も産まず私は人生を終えることになるのだろうかという不安から逃れられずにいた。朝顔はいつもうじうじと悩んで行動できずにいる自分を変えようと、朝顔は桑原の自宅を訪れ、桑原に告白をするのだった。妻、君子のこともあり及び腰だった交際には及び腰だった桑原だが、 再び自宅を訪れた朝顔とひょんなことから関係を結び、それをきっかけに交際をスタートさせる。当初は二人の交際に戸惑いを見せた万平だったが、交際の挨拶に訪れた二人に対し早く結婚するように進める。朝顔と桑原、そして万平の三人は神戸を訪れ、メリケンパークのウルタンシアの金の川で結婚を誓い合い、 ホテルラスイート神戸ハーバーランドに宿泊した。刑事、クワハラ深夜は国外に逃亡中の暴力団員、イヌイについて、独自に捜査を続けていた。クワハラが麻薬ルートの一つを潰した際、その情報提供者を殺したイヌイは、クワバラのことも同時に恨んでいると思われた。実際には、イヌイは国内に潜伏しており、クワハラは、イヌイとその内縁の妻である集家の密会現場に、 突入する。結果的に、犬イイを取り逃がしたものの、残忍な性格である犬イイが銃を抜かなかったのは、宗家に対して強い思いを持っているからではないかと予想した桑原は、宗家を激しく尋問し、彼女と連絡を取り合う犬イイを挑発、炙り出そうとする。桑原の上司や同僚白石は、それぞれの保身のため桑原の強引なやり方をいめるが、桑原は、 愛する妻のためにも自身に害が及ぶ前に、犬を捕まえようとますます単独捜査に走るようになる。2008年の正月、週刊を数時間尾行した桑原は突然、週刊から携帯電話を差し出されるが、それは犬からの妻君視察害を告げる電話だった。妻と桑原が初詣で願った、今年も良い一年になりますようにという願いはその日のうちに破れることになる。 それから約2年、朝顔と桑原の結婚後も、警察は犬が海外に潜伏していると考えていた。結婚し、桑原と君子が暮らしていたマンションに移り住んだ。朝顔は、桑原と幸せな結婚生活を送っていたが、桑原は変わらず犬逮捕のために奔走していた。2010年の小枯らし1号が吹いた日、情報提供者、 鶴見の弟分が桑原をファミレスに呼び出した。彼が持ち込んだ犬が、九州の港から日本に帰国したらしいという情報を、桑原は上司に伝えるが、捜査本部では犬がフィリピンに身を隠しているという、情報を得ており桑原からの情報を信じようとは、しない。実際には、犬は日本に帰国しており、病院で朝顔に接触しているが、 クワハラもまた捜査本部からの情報を信じ朝顔を不安がらせる情報を伝えるのを避けてしまう。朝顔に二度目の接触をした犬は、朝顔を拳銃で脅しクワハラに電話をかけさせる。犬の裏をかいて、犬から拳銃を奪い取ったクワハラは奪い取った、拳銃を朝顔に託し部屋から出すが、犬は隠し持っていた拳銃を抜きクワハラと、犬は互いに拳銃を発砲する。 二人ともそのまま死亡し、死亡確認は銃声を聞いて、部屋に戻った朝顔が言った。以上のような経緯により、死亡した二人の他には二人が死亡した際の正確な状況を知る者はいなかった。チャコによる司法解剖が行われたが、警察は桑原を殉職ではなく元妻のための私的な仇討ちのために、犬類を殺害したと結論付けた。 丸い愛等など朝顔と親しい警察官は捜査の方針に疑問を持つが上層部の方針は変わらず、朝顔が追い求めてきた遺体の声は、公になることはなかった。第1シリーズは2019年7月8日から9月23日まで、月ツで放送され、最終回翌週の9月30日21時から22時54分には、2時間スペシャルとして、特別編夏の終わり。 そしてが放送された。主演は女優の上野樹里。上野の月級ドラマ主演は2006年10月期に放送されたのダメカンタービレ以来13年ぶりで単独主演は初めてとなる。第2シリーズは2020年の夏、秋に放送される予定だったが、新型コロナウイルスの影響によるスーツ、スーツ2の放送遅延により、秋、冬の年またぎでの放送に変更となり、 同年11月2日から2021年3月22日までを挟む放送された。現行の月9としては初めて、フジテレビ系のテレビドラマとしては、不毛地帯以来11年ぶりに二クール連続で放送された。原作では1995年1月17日に発生した阪神、淡路大震災で主人公の朝顔が母を亡くした設定となっているが、 今回テレビドラマ化するにあたり、2011年3月11日に発生した東日本大震災によって母が行方不明になっているという設定に変更されている。なお、朝顔の名字が原作の山田から万儀に朝顔の父親の名前が万平から平らに変更となっている。また原作で重要な役割を担った犬の存在がドラマでは省略され、 これに伴い桑アバラを中心に原作と設定の異なる人物も多い。神奈川県幸運大学の法医学教室に勤める法医学者、万木朝川は、東日本大震災で母親を失った過去があり、行方不明。朝顔は誰かの生きた証を見つけ出そうと仕事に打ち込み、刑事の父、万木平も捜査で遺体の謎を解き明かしていく。 1> 第1シリーズは平均視聴率は2019年夏クール放送の連続ドラマでトップを獲得し、月9ドラマとしても2年ぶりに全話2桁を達成。放送終了後には続編を望む声を含め、視聴者から1000件近くもの賞賛の声が寄せられた。また、主演の上野も高く評価され、コンフィデンスアワードドラマ賞の主演女優賞を受賞した。 幸運大学法医学教室のゲーヤマ書、教行犯係神奈川県警長野県警その他ゲスト、第1シリーズ第2シリーズ新春 SP 第1シリーズ第2シリーズ新春 SP、森本刑事のおじさん観察日記のタイトルで、2020年11月2日の本編第1話の放送終了後から FOD で配信。警視庁のゲーヤマ書の森本拓馬が主人公のスピンオフドラマ、 キャストスタッフ配信日程、ありがとうございます。